ちょっとボサボサすぎる。ごめんしょ。こんばんは。寒いですね。ただいま。帰ってきました。はあ、よいしょ。やば。なんか急ぎんちゃくのなんかあのはい。固まった急ぎんちゃくみたいになっちゃった。こんばんは。ヒリオル公園みゆう生誕祭ありがとうございました。あちょっと待ってください。お疲れ様です。ありがとうございました。うん、あちょっとそうツインテールは公演後に撮っちゃいました。あーもう本当にいやいい生誕祭でした。おー I love you ありがとう。I love you。 なんかねもうすごい感動した。いい素敵な生誕祭に今年も参加できてすごい幸せだなって思った2時間でした。 I love you ありがとう。いやもう感動した。めっちゃ泣いてた。本当に誰なんで私もうそうなんですよ。泣いちゃった。かわいいありがとう。くまありがとうございます。そうなんです。そうだ楽曲中は多分主役のみに、なんかもうファンの皆さんの今日負けのコールでまずもうするすごいもうスイッチオンになって、そこから世界はどこまで青空なのか、まあ、NGT の楽曲をこうして2人で歌えることがあもうすごい幸せなことだなって思ったのとか、なんか思い出とかがこうポンポン出てきて泣きすぎて卒業なんで人の生誕祭で三重の生誕祭でそんな。いや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 、やっぱり同期の生誕祭は特別なものですね。うん、でもなんかお見送りでも泣いてたねって言われました。お疲れありがとう。あみゆがね、あそういうこと、あ違います、全然違います、ごめんなさい、変に心配させちゃったかな、全然そうじゃないんですけど、なんかいやーやばい待ってまた泣いちゃう。おーすごいね、今こう思い出いっぱい声も、ま、もうちょっとで1年経ちますか、まあ、今日昨日合わせてもう3回連続公演したけど、やっぱりNGT の楽曲こうして同期とみゆと歌えてるのすごいいいなって、なんか生誕で改めてそれが染み込んできて、歌えて幸せだったし、なんかスピーチ生誕ブロックのスピーチとかすごい聞いてて、なんかそうスラスラお話できてて、いや本当にお話上手だなって思いながら、同期としてすっごいかっこいい誇らしいメンバーで、なんか本当に私が同期なのか分かんなくなっちゃうぐらい本当に自分と同じ時期に加入したメンバーなのか分かんなくなるぐらい、もう本当に
もしっかり頼もしくて。もう一生毎日聞きたいスピーチでした。いいお話だった、なんかすごいみゆの言いたいことが分かった分かった分かりました。いやこれ本当もう、まあ、全メンバーに共通するんですけれども、 INGT いいなって思いました。そうですね、なんかまあ、大変なこととか、まあ、あと10月にあったブースティーのやつが、まあ、直近では一番忙しかった時期なんですけれども、今までにない経験をさせていただいて、また課題が見えたり、まあ、あと新しいメンバーが入ってきてくれることだったり、そういろいろなんだろう、まあ、私もみゆもこういろんなメンバーも不安とか、まあ、大変なこととかあるんですけれども、みゆがスピーチで言った通り、こう団結してこれからもなんか解決前にグループが進んでいったらいいなって思って、ましたね。そんなミユのこともグループのことも考えながらスピーチ聞いてました。泣いてた、みんな結構泣いてる方多かったですよね、私と一緒だ。ねえ、こうなんて言うんですかね、グループのことを考えながら自分もアイドルをするってなんかそう簡単ではないなと、私もその去年の生誕祭でグループのこと考えたいってお話しさせていただいたんですけれども、なんか自分も一プレイヤーだけれども、グループのこととか受け入れないといけないこととかがいっぱいあるから、なんかたまにふとした時に、なんだろう、こう受け止め漏れ漏れた部分とかが、あの漏れた部分をちょっと思い出して悲しくなっちゃったり、こう前を向けない日とかもあったんですけど、でも同期もそうやってグループのことを考えてるし考えるっていう目標を掲げているのを見て、もちろん私だけじゃないし、その自分のことだけを考えないことがなんかこれからの新しい世代につながって、その方の夢の方が長いなら頑張る価値あるなっていう風に思ってます。はい。頭どうしたの、頭なんか巻いてたのでこうなりました。だからすごいなんかそうだよな、分かるなって、もういっぱいうなずいたうなずいたスピーチでした。はい、そうなんですよ。あ、くまありがとうございます。うなずきがすごかった
すごいうなずいてた。あ、代理。私も自分のでもなんかそのグループのために頑張ることが自分のまあアイドルしてっていうのはもちろんだけど人としてのこう成長にもつながることがあるって思うので、あ、じゃあ私の話なんですけれども、なんか全然自分に全くプラスがないっていうわけじゃないから、なんかグループのこととかキャプテンだけじゃなくてこうみんなと話し合えるような関係でありたいなって思います。いやでも本当になんかこの秋マリナさんとナナミとミユと2週間おきぐらい1週間2週間ぐらいおきぐらいにあって、もうどれも全部すっごいいい、もう生誕祭でなんかもう毎週やっていいなって思いました。もういっぱい聞きたい、みんなのお話聞きたいし、そのファンの皆さんの熱い気持ちがコールとかでぶつかるから、あ、いいな。はい、なんかお誕生日じゃなくてもやりましょう定期的に聞きたくなったら、そうすごいね、熱いあのコール、そのみゆちゃんコールもそうだし他のメンバーのコールもいっぱいしてくださって、よかったです。あ、そう、もち私の生誕の時も本当にありがとうございました。誰の生誕ももう全て素敵だ、いいなって、なんかすごい鼻つまりが鼻で息ができない、うん、頑張りました、とみんなお疲れ様そう、なんか曲中は鼻水が逆になんかストーンって垂れてきそうっていうか鼻血だと思うぐらい緩かったんですけどなんかお家に帰ってきたの詰まっちゃった、うん、ねえ本当にもうずっと余韻に浸っててもうメンバーともずっと生誕祭の話しかしてない、もうずっと話よかったねって、生誕祭終わった日はもうずっとそうよかったねって言って写真撮ってよかったねって言って帰ってうん、素敵な回ですね。うん、あ、そう、日野も間に合ってよかったね舞台が、うん、今はるかがあれなのかな、稽古中なのかな、うんうんうん、あ、生誕祭の日は実は反省会ないんですよ。そこの前のあのラジオでもお話ししたんですけど、私たち公演終わりあの反省会してて、反省会で出た内容をあのグループのノートに貼るっていうで、出てないメンバーも確認して、まあ、次の公演から直すっていうのをずっとやってて、あといろんなポジション移動するので
その時もノートを見たら気をつける点がわかるみたいな。そうなんです、そこで共有して、まあ、ダンスのこともそうだけど、あと MC のこととかの反省を書いてます。クマありがとうございます。自分たちで、まあ、あとたまにあの見てくださった方の意見ご意見とか参考にさせていただいてて、よりなんかいい公演目指して頑張ります。思い出いっぱい来るんです。私もなんかもしもう一ポジション覚えられたら覚えたいですね。ねえ MC、ねえ面白かった、楽しかったです。そうなんか NGT の魅力の一つの仲の良さ、気の気ごとの距離の近さ、なんて言うんですか、仲の良さが MC とかで出るといいなって、やろうかな。でもちょっと迷い中です。なんか自分の今任せていただいてるポジションをもっと高めるっていうか、なんて言うんだろう、一級入魂みたいな極めでもつつ新しいポジションにもチャレンジなんかできる、できるタイミングがもしあったらやりたいな感じです。でも皆さん的には新しい場所も見たいですよね。私どうなんだろう。あー確かにタスマニアさんが帰ってきたら MC がねえ、だしなんか私が覚えたり誰なんかすることによって公演が、ま、回りやすくなったらっていう、何のポジションがいいかな。あ、そうなんですよ、みはるさん卒業してありがとう、ありがとう、ありがとう、あ、11ありがとう。でもなんか個人的にはそうなの、ね、もうなんだろうな、あ、分かんない、ちょっと待って、中途半端なこと言えないな考えておきます。ねえそうなんですよ、後でしてほしい。ああ待って、見るかり、あのひのにもね、私後でやりなんかやるとか告白されました、アプローチされたそうだね、明日、あ、そうだ、明日おしゃべり会だ、そうだそうだ、何をおしゃべりしようか、えなも何でもいいよ、最近どうどうですか、なんかひのの、あのアプローチなんか告白すごいなんか周りくどいというかびっくりしちゃったね、この子のお世話は私しかできないみたいなねえいや嬉しかったですよ、もちろんもちろんね、なんかただいやひのらしいなって思いました。ツンデレなんだ、あ、これがツンデレか、なるほどこれか、そうなんです、いやヒノは本当に私のこと好きなんですよそう、嬉しい、私はマリナさんが大好きでは、マリナさんはヒノが大好き
すごい関係だ。でも多め撮ってる。私そうです、撮ってます。なんか1、2回ぐらい返事したことあります。なんかマリアさんがなんか珍しい、マリアさん基本あんまりネガティブなメール書かれないんですけど、珍しくなんか悩んでるみたいな、まあ、ちょっと何年も前なんですけど時に返事した。でもカイリって名前じゃない、全然違う名前。三角関係私のメールも待ってます、チャット。あ、そう、なんか今日、あ、っていうか間違って、昨日間違えて昼夜公演って言っちゃっていたのと、あとなんか今日ミユの写真をこうババババババっていっぱいチャットに載せようと思ってたら途中で時間になっちゃって一枚なんか無言でバーンって載せちゃった、すいません。連日あのチャットはメールより時間、あの終了時間が早くって、なのであのいつもチャットではあまりお休みって言えないんですよ。知ってたかな、みんな。メールとか配信ではおやすみとかよく言うじゃないですか。でもチャットはちょっと時間的にまだお休みの時間じゃなくて、でなんか写真選んで送ってたらボンって1枚で終わっちゃった。明日送りますね。チャット見てね。え、もう今日なんか100枚以上撮りましたいっぱい送る。まあでもツイッターにも結構よりすぐりのものを載せさせていただいたんですけど、うん、あ、今日のお昼も芸術的部屋であれすごい可愛いよね。あ、読んでます、返事。あ、そう、え、なんか私今日 MC でなんか肩服と自分の間に虫がいる気がするみたいな、なんかガサゴソ痛い、しみるみたいな感じで噛まれてるかなって思ったんです、虫に。で恐る恐る着替えてみたらニキビだったニキビが炎症してただけ。それだけでした、お騒がせしましたえ、なんかすごい肩が肌荒れしてて今の、本当にわかんないですよ、こんなこと言っていいのかわかんないですけど、肩なんです。なんで肩、顔だったらわかるじゃないですかね、よくできる肩、今まで全然気にしたことなかったんですけど、はい、気をつけます。ね、あー擦れちゃったのかなとか、肩だしね、ちょっとしにくいねメイクします、ここも。ペペペペ。あ、そうです、最近だから肩にも化粧水塗ってます。ここまでがお顔だと思って、あ、乾燥もあるのかな、と思います。まあそう、夜ご飯1合食べてるからなうん、ニキビができてもつべこべ言えません。本当にいっぱい食べる私。お昼はでもその代わりなのか分かんないけど、あんまり食べない。あー、タコーありがとう。うわー、すごい、ありがとう、タコー40匹ぐらい、ありがとう。あ、この髪型かな、レスしますよ、やっぱり。自分の推しサイリウムとかグッズとか
まあでも忘れられててもグッズを、私のファンの方最優先でレスしてるのででもなんかポジションによってね、なんかあまりできない日とかもあるんですけれども、でもみんなのこと忘れてるわけじゃないよ。え、でもいや、うん、あ、毎日1号は毎日じゃないかな、3日2回ぐらいかな、うん、お薬ありがとう。うちはもうもう何でもいっぱい見るよ。うん、振ってね。どこでも、当日券でも、当日券じゃない後ろでも、もういっぱい見ます。そう、柱でもね、でもなんかね、柱でもこう斜めとかで結構見えるので、はい大丈夫。今日結構寝られそうですね、私は。見るよ。カリちゃん、紙飛行機投げるでしょ。いや、本当にごめんなさい。そう、紙飛行機引っ掛けちゃったんですよね、ついに。いや、びっくりした。え、なんか、あの紙飛行機、意外と上に行くんですよ。あ、違うの。私の手が長い。自分で長いって言った。私の手が、こうなんか、あ、わかった。始球式だ。私始球式やっちゃった。なんか始球式のペースで飛行機投げたからだ。だから上に行ったんだ。気をつけますね。リベンジします。また投げる機会があったら見てて。あ、こちらちゃん。ではランキング読ませてください。えい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 。ケンジさん、ドラゴンさん、ニスタムさん、白いアルパカさん、なにわのてるはやさん、ひろなさん、しんいちさん、たかみんさん、たかしさん、すぐさん、おとぼけさん、いけない太陽さん、そして1位、スパローさん、ありがとうございます。ありがとう。おー、なんか芸術ありがとう。明日おしゃべり会よろしくお願いします。いっぱい、まあ近況報告とか、まあもう何でもいいんですけれどもね、お互いのお話ししましょう。バイバーイ、ありがとう。